はい、今日は私が高校生の時のモーニングルーティンを完全再現したいと思います。地獄の朝がやってきました。6時15分です。地獄の朝ですね。もうテレビで6時15分という文字を見ていつも絶望しながら起きます。朝ごはんを少し食べて、もう朝はね食欲がない、起きたばっかりに朝を食べなくちゃいけないから食欲がないんですけど頑張って食べます。無理やり食べます。もう目が開いていません。6時30分歯磨きをして、テレビを見ながらダラダラ歯磨きをして、ああ今日やだなと思いながら過ごします。次は顔を洗いますね。私でも顔洗ってたかな。洗ってたわよ、洗ってたよ。顔は洗いますね。次は髪を結びます。髪を結んでいかないといけない学校だったので、もうピシッとね、もう何も落ちてこないようにピシッと櫛で、もうピシッと、もうワックス塗ってるみたいにテッカテカにギュッて縛ります。この工程が一番めんどくさい。でも身が締まるよね。学校に行くぞっていう気持ちになると思います。ここでやる気スイッチがオンになると思います。さあそんな、はい、次は口紅を塗って前髪、命の前髪を、でここでさアイロン前髪してるんだけどさ、どうせ自転車に乗ってまた崩れるから、また学校についてトイレに行ってアイロンしてました。二度手間。OK。完璧。前髪大事。前髪の安定は精神の安定。で、口紅しか塗っちゃいけないので、口紅だけ塗ります。はい。そんな鏡を見てる暇ありませんよ。もうあと10分で出なくちゃいけないのですよ。家を。はい。そして、カバンの中身は筆箱でとお弁当だけですね、ほぼ。もう、教科書とか全部学校に置いていたので、軽いです中身は。して行っときまーす。ということで鏡で全身チェックして前髪 OK、 行ってきまーす。はい、こんな感じで今日は高校に行く前の私の朝のモーニングルーティーンを忠実に再現してみたんですけど、どうでしたか？こんな感じで、6時10分ぐらいに起きてる。6時45分か6時50分には出るっていう生活をしていました。めっちゃ懐かしい。この前髪めっちゃこの前髪してた。ビューラーもしちゃいけないし、眉毛も描いてバレるし、ビューラーなんてすぐバレるから、だから口紅しかしてってなかったですね。蘇ってきました。眉毛とかもう何もしていってなかったからね。もう私のポケットの中に、いつもスカートの中に入ってる必需品はもう絶対ケイトのリップ、あれが一番潤いがあって安くて保湿があってバレない自然な色なので、あれみんな持ってましたね。ケイトのリップ、あれとちっちゃい鏡と、いつでもこう確認できるようにあれと、あと飴玉とか、お腹小腹空いた時に食べたりするので、授業は意外とね魂使うんでね、お腹空くんですよすぐ。だから飴玉2つぐらいは絶対入ってましたね。再現 VTR でした。みんなもやってみてね。バイバイ。